相沢則夫さん、一人暮らし。妻は数年前に亡くなりました。一人息子のタケルは結婚して別の県に住んでいます。2年前に胃がんと診断され、バイパス手術を受け、以後抗がん剤治療を続けてきました。しかし先月の CT で肝臓の転移が大きくなっていることが分かり、別の抗がん剤に変更することになりました。次の抗がん剤の効果に期待しましょう。でも効果がなければ抗がん剤は終了ということになるかもしれません。この先のことにしっかり備えるために、がん相談支援センターで緩和ケアを含めて相談してみませんか？抗がん剤ができなくなる。この時のりおさんの頭には不安がよぎりました。効果がなければって、それじゃあどうすればいいんだ。打つ手がないっていうのか、緩和ケアってホスピスみたいなところなのか、もう家では過ごせなくなるのか。のりおさんは戸惑ったまま、一人がん相談支援センターへ立ち寄りました。はじめまして。相談員をしている医療ソーシャルワーカーの川原です。主治医の先生からはどのような話がありましたか？今の治療がダメならもう手立てがないから緩和ケアの相談をしなさいと。緩和ケアってことはもう先生は私を見てくれないってことなんでしょうか？それはびっくりされましたね。これからもしっかり見ていきますから心配しないでくださいね。ところで相沢さんは万が一抗がん剤治療を続けることが難しくなった時、どのように過ごしたいかお考えのことはありますか？私は一人暮らしですけど、今のまま自宅で気ままに過ごしていたいと思っているんです。それと友人と温泉に行くのが楽しみなので、できるだけそれが続けられたら。でも息子は心配だからあまり出歩くなと言うんです。そうなんですね。相沢さんが大切にされていることができるだけ続けられるように、これから相談していきませんか？息子さんも心配されていると思いますので、この次はできれば息子さんも一緒にいらっしゃるといいですね。息子も同席して改めて主治医から話を聞き、帰りにがん相談支援センターを訪れました。相沢さんのご要望を考えると、いずれは在宅医療の準備をしておくと良いと思います。お一人暮らしの方でも自宅に医師や看護師などがお伺いして、体が辛くならないように見てもらうことができます。そこまでしてもらえるのですね。でも病院にはもう入院できなくなるのではないかと心配になってしまいます。入院できなくなるということはないですよ。在宅医療の先生方と病院とで連絡を取り合って、相沢さんのことを見ていくことになります。ただもしお体が辛くなって入院が必要となった時は、辛さを和らげる専門的な治療が受けられる緩和ケア病棟を考えてもいいかもしれません。そうだね。俺たちもできるだけ親父の様子を見に行くけど、ずっと一緒にいられるわけじゃないから、必要な時に入院できるように相談だけしておいてもいいかもな。わかった。あまりタケルたちに迷惑もかけられないから、もしものための準備はしておきたいよ。それでは具体的な話をしていきましょうか。でもまずは今の治療がうまくいくようにも応援させてくださいね。できるだけ家で過ごせて温泉にも行っていいと聞いて安心しました。またわからないことがあったら相談させてくださいね。その後は通院での治療を継続しながら、在宅医療の準備として介護保険の申請、緩和ケア病棟の申し込みなどを進めていくことになりました。抗がん治療が難しくなった時の過ごし方は人によって希望が異なります。また病状によってもその気持ちが変わることもあるでしょう。いざという時に困らないよう、がん相談支援センターでは患者やご家族のご希望を伺いながら、主治医と連携して相談に乗っていきます。より詳しいことを知りたい方は概要欄もご覧ください。